岡田さん、はい、結構いい衝撃をもらったというようなレースインパクトありましたけど、どうですか、うん、よかったです、はい、まあ、力を出し切れたなと思います、うん、はい、でやるべきレースというか、その位置を足使って取ってまくって、そうですね、まあ、うん、まあ、本当先行勝負できたら一番いいと思うんですけど、うん、まあ、現状石原君に多分その気出されたら、うん、まあ、外に浮いて終了の可能性もあるんで、まあ、動こうかなと、うん、はい、まくりに行った時っていうのはどうですか、アドレナリンというか、なんか集中力というか、いや、なんかね、その、うん、結局僕なんかレースになったら力んでバタバタしてっていうのが、はい、まあ、いつもなんで、うん、前回和歌山で、まあ、悪くはなかったんですけど、うん、結局まあ練習で してたことがあんま出なかったんで、そんなにもうあんまりこう、まあ、力んではいると思うんですけど、うん、できるだけいつも通りいつも通りと思いながら踏みましたね、はい、あの共同インタビュー受けてるところ、あの古翔さんがすごいニコニコしながら横で見ていましたよ、うん、まあ親の気持ちなんですかね古翔やっと大丈夫なんかな、岡崎さんやっと育ったなと思ってくれてるかな、だなこの前あの関東地域 の、はい、あの車回りで来社来てくれて、はい、そうですね、で昨日古翔さんが、はい、ザキさんの来社の対応あれ大丈夫だったですかって聞かれて、いやもう大丈夫でしたよと、前半結構いろいろ爪と残そうとしたんですけど、はい、後半しんどすぎてほとんど無視しちゃいました、ね、ボロボロで、ボロボロです。で聞いたらなんか、はい、優作大阪で僕が東京呼ばれたんかなと思ったら、あいつが東京断っただけやって僕がただのピンチヒッター、ピンチヒッター、はい、ちょっとしんどかったです、まあでもいろんなね仕事果たしながら、そうですね、経験になったんで、バッチリ見栄え盛り上がってきてるんで、そうですね、まあ僕もとりあえずここまで来れたんで、ちょっとでも上目指したいですと、逆故障、ね、神田さんもいるし、みんなで走れるのかなっていうの、ビシャモン天守走った時はビシャニーって呼ばれたんで次はビャコニーって呼ばれて、ね、ウィナーズカップのビシャニーからビャコニー、ビャコニーでレベルアップしていきましょう、はい、ありがとうございました。